クロクプリエは、セルビアの都市及び、基礎自治体である。2002年現在の人口は市外で27,673人、基礎自治体全域では48,501人で、トプリツァ軍の行政的な中心地となっている。セルビアでは、ローマの文化財が残る場所の一つであり、1878年に、セルビア王国になるまでのオスマン帝国支配下では、 ユルギュプと呼ばれ、西山三尺の風の中心地であった。新石器時代の初期の居住地跡が松井名やプロクプリエから西へ 6km の場所のカボラクやヤストレバツ山の南斜面であるドニャ・ブレスニツァ村で見ることができる。ヨーロッパでは最も初期の金属加工が2007年、プロチェニクで発見された。これは、紀元前5500年前の同期時代に遡る、ものであり。 それ以前に最古と考えられていたものより数世紀前のものであった。農業が行われていた集落は、その後やってきたトラキア人や侵略してきたケルト人などの部族によってに、紀元前279年にとって変わられている。ラテン教会がこの地で発見した陶器の破片は、これらの部族がギリシャへ向かう際に残されたものであった。紀元前73年から75年、 ローマ人が部族を支配下に収めセルビアは、ローマ帝国の属州もエッシアとなった。この地は、中央バルカンの西とアドリア海を結ぶローマの、グニオーロビアミリタリスの一部となった。この時代に、集落はハミウム、またはハメオの名で記されており、これがこの集落の記録上最古の名称である。4世紀、ローマ帝国は2つに分割され、 トプリツァ地域の集落は東ローマ帝国の領域となる。この地はコンプロス、またはコンブロスの名で一部の歴史家はユスティニアヌス一世により再興されたと考えられている。最初に南スラブ人の部族が最初にこの地域に居住するようになったのは6世紀のことで現在の地名であるプロクプリエにした。最初に文書に 現在の地名で書かれたのは1395年のことで、ミリツア女公爵が2つの家と他の所有物を聖プロコピウスの町からアトス山にある聖パンテレーモン修道院に寄贈したことに関するものであった。プロクプリエの名称は、この聖プロコピウスの遺物が西から移設された1396年の記録で初めて見られる。中世初期。 ステファン・ネマニアの時代に関しては、どの文書にもプロクプリエには書かれていない。ラザルの時代に、オスマン帝国からの侵略から守るため、ヒサル丘陵の要塞が再建され、この地の重要性が増した。プロクプリエは1454年オスマンに支配され、以後423年間にわたりその支配下にあった。町はウルジュブ、または、オクルブという名になり、 日衆三弱の一部となった。16世紀から17世紀の間、町は、ドゥブロブニクへの通称の町として、クルシェバツやレスコバツのように重要な地位を得ていた。19世紀に入り、1877年12月オせマン帝国からの支配から解放された。第一次世界大戦、第二次世界大戦時には、町は、完全に破壊され、戦後は、工業の町となった。 現在、町の経済は弱い状態にあり、雇用の多くは公共部門によって支えられている。ドイツのニュルンベルクに本拠地を置くケーブル製造会社レオニが工場を新設し一。500人の雇用が生まれている。ありがとうございます。